小野にしきじんは、兵庫県加古川市出身で1930年代に活躍した大相撲力士。本名、前田仁之助。身長179センチメートル、体重94キログラム。最高位は、西前頭11枚目引退後は一時期平屋も、経営した。特異種は、左四つ、上手投げ、掛け投げ。大阪相撲の小野川平屋に入門したが、すぐに、 東西合併となり、大阪では番付にはつかなかった。1927年1月の合併最初の場所に、序の口で番付につく。1932年5月場所に重量、1933年5月場所に入幕を果たす。幕内には定着できず、すぐに重量に安住するかのように、重量在位が長かった。最高位は、 新入幕の場所の西前頭11枚目である。1935年1月、再入幕から師匠の四股名の加古川を継ぐ。その後1942年1月場所限りで引退するまで7年間にわたって重量にいた。この間、小野川部屋の複雑な経緯のために、所属部屋は小野川人幕小野川人幕と変わった。 1942年1月場所限りで引退し、年寄り小野川を襲名、一時期は部屋も経営したが、1945年6月場所を最後に廃業した。左胸部打撲により8日目から途中休場、10日目から再出場。ありがとうございます。